こんにちは、すみやです。今日は新しい機材を紹介したいと思います。今ウラヌス C にドブソニアンの20センチの映像を映しています。今昼間なので向こうの鉄塔を映しています。ちょっと見てみましょうか。はい、こんな感じで鉄塔が映っているはずなんですが、日が当たって見えないか。日が当たって見えないので、ちょっと日陰にしようか。こんな感じで映ってるはずなんですが、後ではめ込み画面で見てもらいます。とりあえずこんな感じで映しています。はい、それでこれにバローレンズをつけたいと思います。はい、SV ボニーの5倍バローレンズを買いました。これをつけるとどれぐらい大きくできるのか。5倍ですからね。光学ズームで5倍、デジタルズームだとうまくいかないので、これをやってみます。はい、あ、これこっちにつないだ方がいいのかな。こっちの方が良さそうかな。はい、でこれにバローレンズをつけてみたいと思います。ちょっとズームしようか。はい、現在ウラヌス C をつけていますが、これを外してここにバローレンズを入れます。そしてここにウラヌス C を差し込みます。あ、これじゃ入んないんだ。フィルター入れてるからこれ以上入んなかったですね。はい、こんな感じで入れてみました。ちょっとズームしすぎたか。こんな感じで入れてみました。そしたらどう映るかというと、画面が真っ暗です。なんで真っ暗かというと、多分ね、光の量が足りないので、今620ms になってますね。これを変えましょう。1/1、1ミリ秒にすると映りましたね。映りましたね。映ってるけどピンボケなので、ピント合わせてみましょう。ピント合わせるのはこれですね。はい、スカイウォッチャーの、電動フォーカスモーターですね。はい、これでちょっとピント合わせていきます。いい感じですね。はい、そうするとこんな感じで映ってくれました。映ってくれましたよ。ちょっと映ってくれました。見えるかな。後でファミコメ画面で見てみましょうね。はい、でこれは光学ズームなので、デジタルズームと比較してどれぐらい解像度が違うのかというのを今日やってみたいと思います。後で検証しますが、今昼間なので、天体が撮影できないので、夜木星とか土星とか火星がこのバローレンズ、5倍バローレンズでどれぐらい映るのかというのを検証していきたいと思います。それでは今夜の星空ライブに乞うご期待です。本日は以上で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。